ナルトの世界では様々な一族が登場しますが、一族や遺伝、血系限界にここまで焦点を当てた漫画はナルトぐらいのものではないでしょうか。それぞれの一族に個性や伝統があるのがナルトの面白さでもありました。そこで今回はナルトたちの暮らすこの葉隠れの里の主な一族一覧を紹介していきたいと思います。身内大好き、うちは一族。主なメンバー、サスケ、イタチ、マダラ、シスン、オビト。うちは一族は千住一族とともにこの葉隠れの里を作り上げた一族です。サスケにイタチ、マダラにオビト、シスイと、うちはの名前を挙げただけでもいかに濃いメンツかがわかりますね。うちは一族といえばシャリンガン、決して消えない黒煙を放つやつや、自覚症状のない現実にかけるやつ、時空間に一度も出入りできるやつなど、怠慢で戦うことは絶対に避けたいやつらばかりです。またうちは一族は非常に愛情深い一族であるとも言われています。大好きな弟を守るがゆえに漫画史上最大の嘘をついたり、亡くなったくのいちのために現実で平和な世界を作ろうとしたりと、その愛の深さで世界を振り回しまくった里一番のお騒がせ一族です。強いけど目立たないサルトビ一族。主なメンバー、ヒルゼン、アスマ、コノハマル。三代目ホカゲのヒルゼン、頼れるヤニカスことアスマ、ナルトの弟分のコノハマルなどが主なサルトビ一族の人物。普通にめちゃくちゃ強いのですが、他のホカゲや常人がそのはるか上を行く異次元クラスの強さのため、戦闘でもあまりカットしなかったりします。一族のまとめ役となって、この葉隠れの里のために尽くすという、ちょっと地味だけど、木の葉には絶対必要な存在と言えるでしょう。今後のこの葉丸の活躍に期待です。そしてこれ以外に勘違いしている人が多いのですが、ヒルゼンとアスマは親子で、この葉丸とヒルゼンはおじいちゃんと孫の関係ですね。しかし、アスマとこの葉丸は親子ではありません。作中でこの葉丸がアスマのことを、おじさんと呼んでいたことからわかります。ヒルゼンにはアスマ以外の子供がいたということですね。作中で登場してほしかった。ちなみにヒルゼンという名前は岸本正史先生の故郷岡山県にあるヒルゼンという地名から来ています。皆さん知ってましたか？木の葉にて最強日向一族。主なメンバー、日向、ネジ、日足。ネジ、日向を輩出したこの一族は、日向は木の葉にて最強というセリフで大人気の一族です。相手のことが何でもわかるスーパー観察眼の白眼を持ち、チャクラを用いた得意対決、銃剣で敵を制す接近戦闘でエキスパートたちの集まりです。それだけの実力を兼ね備えていれば、木の葉の里の最強を名乗るのも仕方なし。でも事実として、この世界には日向一族を上回る忍びがゴロゴロいます。籠の中の鳥じゃなくて火の中のカワズだったのかも。そして日向一族は女性が可愛いことでも有名です。日向を筆頭に花火、ひまわりと将来が楽しみですね。インテリ集団奈良一族。主なメンバー、シカク、シカマル。奈良一族はこの葉隠れの里の頭脳と言えます。事実、第四次忍界大戦でもほとんど指揮を取っていたのはシカクやシカマルでした。頭を使う問題は全部奈良一族へ回しとこうと言わんばかりに考え事をさせられてます。そりゃあシカマルも面倒くせえって言いたくなりますよね。そのキレのいい頭脳はもちろん戦闘中にも役立ちます。相手を分析し作戦を立てるのは奈良一族のお箱。加えて影を使った忍術を得意とし、団体戦では相手を拘束するサポート要員としても非常に優秀です。秋道一族、山中一族とともに猪下町トリオと呼ばれるスリーマンセルを組んでおり、猪下町トリオはナルトの中でも指折りの連携術です。ちなみにシカマルの IQ が200と言われています。原作ではそんなシカマルをシカクが将棋で圧勝しています。シカクが IQ いくつなのか気になりますよ。知ってる方はコメントで教えてください。ぽっちゃり戦隊秋道一族。主なメンバー、長座、長次。いつも何か食べてる長次からわかるように、秋道一族はぽっちゃり体型がトレードマークの一族です。あくまでもぽっちゃりであってデブではありません。戦闘スタイルは言うまでもなく、ガタイを生かしたパワー、巨大化したり転がって体当たりして戦います。猪之助町トリオでも前線に立って決定打を与える役割を担っています。なお戦闘で消費したカロリーは補給しなければなりませんので、餌を存分に与えてあげなければいけません。ちなみに秋道一族で一番可愛いと思うのは秋道トリフです。共感してくれる方はコメントお願いします。僕らはいつも新天神。山中一族。主なメンバー、井の市、井野。この葉隠れの里の携帯電話、それが山中一族です。
2人の距離をつなぐテレパシーで遠くの人とも会話可能な上にグループ通話だってできちゃいます。ただその性質上戦闘向きとは言えず派手な戦闘シーンはありません。新天神の術で相手の精神を乗っ取れますが、精神力の強い相手には効果が薄いため、メンタル最強の忍びこと加賀先生には絶対に効かない技です。何より術の使用中は自分の体が無防備になるという欠点が。イノシカ町トリオではクレパシーによる意思疎通で連携をスムーズにしたりと地味にいい仕事をしてるんですが、その性質ゆえに目立たないのが残念です。木の葉のムツゴロウこと犬塚一族、主なメンバー牙、爪、牙をはじめとする犬塚一族は、やめる時もしたやかなる時も止める時も貧しき時も犬と一緒の一族です。戦闘中に人間である愛犬と共闘するまではわかるのですが、時には自身が変化で犬になったり、修行すると犬より鼻が良くなったりするらしいです。もう犬になっちゃえ。木の葉の虫キングこと油の一族、主なメンバーシビ、シノ、一族全員がグラサンをしている変わった一族。実はこのグラサンは虫でできているという噂すらあります。戦闘スタイルも特殊で、油目一族の忍びは虫を利用して戦います。機械中と呼ばれる虫に自身のチャクラを与え、体内に住ませることで戦闘時には助けてくれるという仕組みらしいです。虫の種類も豊富で、戦闘以外にも偵察や毒抜きができる虫もいます。なんだかちょっと陰気な雰囲気が漂う一族ですが、作中でも油目一族出身のシノは影が薄く、登場人物たちに存在を忘れられることも。影薄いって一番忍者の素質ある気がしますし、長所としておきましょう。油目一族に生まれなくてよかった。おかげ排出実績ナンバーワン戦術一族、主なメンバー柱間、扉間、綱で、初代ほかげ、二代目ほかげ、五代目ほかげは戦術一族出身です。それもそのはず、かつて行われた第一次忍界大戦では千住一族は宇茶一族と天下を二分した一族であり、その後宇茶一族と一緒にこの葉隠れの里を作った一族ですから、千住一族の人間が優秀じゃないはずがありません。初代ほかげの柱間に至っては忍びの神とまで謳われ、美獣を何匹か捕獲するという実績を持っています。これだけでチート性能だったことが一目瞭然です。続く二代目の扉間は卑劣ですし、五代目の綱ではジライア、オロチマルと共に伝説の三人と呼ばれる存在です。これだけでもこの一族の協力さがはっきりとわかりますね。木の葉を築いてくれた戦術ウチハには感謝しましょう。実質木の葉ナンバーワン青春一族、主なメンバーマイトガイ、マイトダイ、ロックリー。もちろん原作では正式に一族であることは言及されていません。忍術がほとんど使えない代わりに体術のプロフェッショナル集団です。ただ体術の天才というだけではなく、大と外の親子と D しか使う者がいない青春一族の秘術といっても過言ではない八門投稿や、全員がポジティブで努力の天才という特徴があります。これだけの特徴があるのでもう一族でいいと思います。しかし青春一族に入門すると自分ルールというものを決めなくてはいけません。かくいう私も青春一族に入っているため、毎日投稿できなければ指紋を開くという自分ルールを己に課しています。まとめ、今回はこの葉隠れの里の主な一族を紹介してきましたが、改めて見てみると一族それぞれの特徴があって面白いですよね。この他にも作中にはたくさんの一族が登場します。皆さんはどの一族が好きですか？コメントお待ちしております。